た集めた、うん、お、そうやって集めて2人で。白菜で、今日はね、ごま豆乳鍋を作りたいと思いますね。よいしょ。ももはすごい。なんかよく私の小さな3歳の年の離れた弟とかは1歳半、いや1歳じゃん、1歳前だ、いやこれよりちっちゃかったな。えっ、どれぐらい7ヶ月8ヶ月とか生でポリポリ野菜白菜とかを食べてた動画とか印象に残っててでいっぱい生で食べてほしいなってね、一緒に手伝ってくれてんだよね。この子って離乳食ほんとに食べない子なので、マミーはいいや。なのでこうやって自然に食べさすことがやっぱいい。うわ、でもちょっとこれね、上って入っちゃうんだよね、うん、でも少しでもさ食べてくれる。うわ、もう入っちゃったし、洗おう洗おう、これ洗った。もうまあしめじ入れてくんない？大丈夫？前にさ、コストコでさ、しめじ2袋買っといてよかった。マミー、このしめじなら好き、好きでもないけど、ね、食べれるんだよね。あと、お豆腐、あ、でも出てる。ちょっとしめじって生で食べれるのか分かんないからやめよう。おー、匂いがすごい。やめよう、後で食べよう、これ。しめじ、うん、あ、食べない、ちょっと分かんないんだな、ちょっと野菜はね、ベジー分からないから、ちょっと一応分かんない。はい、じゃあこれでももちゃん、ももちゃん、あ、ちょっと、あ、あ、落とした何か、臭いな。
美味しいね。でもいただきます。これもおいしい。今まで閉めた。あ、閉めた。うん。美味しいね、ヤミーだね。あー、これ無理で同じの食べれない。これ一緒よ。これと一緒せん。できた。よし。よし。